はい、こんばんは。216ページ、トラック65になります。前回の続き、違った弦に対するハンマリングなんですけれども、今日は細い方の弦ね、弾いているところから細い方、高い方の弦に対するハンマリングになります。どういったサウンドになるかね、ちょっと聞いてみてください。はい、左手だけでね、弾いてる側より細い方、高い音の出る弦を叩いてね、出してますね。4番のパターンやってみますけども、これは今のテクニックと前回やった低い方のね、弦に対するハンマリング、両方入ってきています。ちょっと聞いてみてください。これはね、ドラムパターンを変えてテンポもちょっと変えますよ。はい、ではこれぐらいでいってみます。はい、どうでしょうかね。違った弦に対するハンマリング。本のね、譜面の方とよく照らし合わせて確認してみてください。次回はね、ゴーストノートを入れるパターンをやっていきます。また見てください。ではでは。